私本当はあなたに神様になんかなってほしくない。アホのままでいい。はいはい、すいません。セルナ君、アホのままでいいってひどすぎませんか。ちょっと、はい、皆さんこんにちは、ピカです。カルドセプトセカンドやっていくぜ。はい、まあ、今12000溜まってるんだが、で50、ここで白超えて12000溜まってて、で58ラウンドなのかって前回言ってたが、今が58ラウンドっていうことで、まあラウンドは関係ないと思うんだよね。1、10、100、1000、まあ12000溜まって城に入れば、それで俺の勝ちだと思うが、勝利にならないんだよね。目標1、10、100、1000、まあ12000。おかしいな、これちょっとおかしいな。なんでだろうな。なんでなの？目標12000いってるよ。うん、というわけで、ちょっと頭に来ちゃったから、これ中断今しました。そしてまあもうエンディング見せます。まあというか、まあ このままちょっと続けるけど、もし負けてもここからスタートして、まあエンディングだけちょっと見せたいと思います。ちょっと こんな状態じゃちょっとやる気出んな。さすがにね、条件満たしてるんだよ。了解。まあやっていきましょう。まあなんでクリアにならないのか不思議でならん。全部通って、まあ城通った時点で12000超えてたら OK、 目標達成のはずなのに、また通らなければいけないってことか。ちょっと条件がわけわからねえから、とりあえずこれを使ってこいつぶっ壊しましょう。領地ね、やばい、今度俺ぶっ壊されて、あーす、めっちゃいいとこやん。あー、早くクリアさせてくれ。あー、突っ込んでこい。よしよしよし。あー、もう払いなさい。あー、全土地売れ。あいつ逆行ったぞ。逆行ったぞあいつ。先制でまひらせるレルやろ。ね。だろ。まひって。ああ死んで。うわ、使うな、うわ大量に、まあ、上げていてよかったよ。ここのレベルでも上げていてよかったよ。ああ、突っ込んでこい。ああ、返してください。ああ、返してください。
card, your card. ああ、突っ込んできなさい。ああ、勇気あるな、君。払いなさい。これで、ゴールしたらちゃんとクリアになるかどうかっていうことですね。またこいつは木にぶつかっていくね。やけくそになってるところがまた誰かさんの邪心ですね。ゾウ捨ててゾウ。ああ、ピースいらん。違う、いらん。バルベリト、お前ゾウは使うなよ。ぐるぐるマギです。ああ、突っ込んできなさい。ああ、ダメですか。ああ、早くクリアしたいな。You've got a reward. Good luck to your next journey. Discard your card.ミスった。あれ捨てればよかった。ミスっちまった。まあいっか。これで本当あそこ行ったらクリアになってくれよ。なんで1万2000なのにクリアならなかったのかお不思議でならんぞ本当に。ああ突っ込みなさい。あどこ？それかやっぱ。うわあいつ邪神に置かれたらどうしよう。まあ邪神に置かれても俺そのまま城に突っ込むから、それでクリアならなかったら俺ねマジ悪いけどエンディングはちょっと見せれないかもしれんけど、まあエンドコメントに入らせてもらうかもしれん。ちょっと気分悪すぎるそれは。俺か。
そんなことはないゲームであってほしい。ちゃんとしたゲームであってほしい。なんかね、今みたい感覚ほんと初めて。これで多分城行けばボーナス値で1万2000は超えるだろうとかね、そういうのを言っていたが、毎回言っていたが、まあ今も1万2000超えたんですよ多分ね。でも目標達成ならなかったのほんと初めて。 3DS も踏まえて、まあ このゲームも PS2 のこのゲームも踏まえて初めて。もしかしたらちょっとバグってっか、ちょっとこのゲーム自体ちょっとおかしなってるか、ちょっと不安になってるのが今現状ですね。さあ次のサイコロでどういう展開になるでしょうかね。もうとっくに1万2000はきっちりと言ってるし、もう全領地拠点通ってるし、本当に心配なんだが、ちゃんとしたゲームであることを祈るのみです。さあどうだどうだ、 OK。 何が悪かったんだろうか。相馬力1万2000やんかよ。前回もう達成してるっちゅうの。しっかりしろよコンピューター。切れるっつうのそんなもん。グリリリリリリ。あ、これがジェミナイか。負けた。すべてに。私はすべてを操り利用しているつもりだった。しかし最も操られていたのがこの自分自身だったとはな。こんな私が賢者だと？バルベリト、彼こそ自分の邪心に勝つことができなかった哀れなやつです。だからジェミナイの意志に飲み込まれ、あのようなことになってしまったのでしょう。ともあれ、邪神の化身は過信に終わり消滅いたしました。これでピカ殿がジャミナイとなる未来はほぼ消滅したようでござる。やったわね。ピカ、自分自身に打ち勝つとはな、お前にはありえないことだぞピカ。はい。さすがだピカ。ピカ殿、お見事でしたぞ。しかし最後の一仕事が残っております。祭壇へ行きソルティス神を呼び出してくだされ。あなたはカルドセプトを受け継ぐ者、新たな世界の神となるのです。ああ嘆くなセレナ、私は神になる。
ペーパーじゃないですよ、セレナ。早く行きなさい。はい。セレナ殿、どうした？ピカ殿が神になられるのだ。もっと喜ばんか。神様になるってことは、この世界を出ていくってことでしょ？そうさ、この世界もやっと平和になった。これからだという時に、俺たち、もう別れなきゃならないのか。私本当はあなたに神様になんかなってほしくない。アホのままでいい。はい、はい、すいません。セレナ君、アホのままでいいってひどすぎませんか、ちょっと。あなたにずっとここにいてほしいのよ。セレナよ、レオよ、ピカ殿を困らせるではない。辛いだろうが、これこそがカルドセプトの名役、セプターの宿命なのだから。さあピカ殿、祭壇へ。The true winner is determined. Victory!あー、最後はまさか最後の最後のね、なんだ、こうどういうんだろう、ステージで、うん、完膚なきまで叩きのめせるとは思わなかった。かっこいい。あー、なんだこれ。うん、まあね、この世にね、いろんなカードがあって、もう戦略の立て方も千差万別、阿弥陀仏なんですよね。うん、大正セプターについた、もうこれはちょっとブックにちゃんとねしまっておかないとね、あの右上のブックにね、うん、しっかりとしまっております。はいはい、さてと進みましょう。おっと、ゴリガンのメダルか、これ。任務の遂行者。Seen you in battle, outstanding. To see you in victory against yourself. I was a scepter once, but I never. The fear of Gemini's dominance has abated, and the universe will continue to exist. Goddess Kaldra must be pleased. Now, in accordance with the covenant, I shall grant you the power of a god.You will leave this world of Soltalia and create a new world. Receive your powers. You hesitate to leave this world. I know what you are thinking. The many comrades you met in battle, the home you will miss.And the desire to test your ability once again in this world. If you do not become a god now, it will be very dangerous for you and the entire universe. You could be defeated, and another victor could take your place. Or you could become possessed with new ambition. However,
Neither I nor any of the other gods can force your decision. So, let me hear your resolve. The power of God or the brotherhood of this world? ちょっと待て。選ぶのかこれ。選んで何の意味あんの？ピカ殿、何を迷っておるのです？早く神の力を。まさかピカ殿を。ピカ、あ、降りてきた。ピカなんか降りてきた。おいピカ、お前アホなのか？はいはい、そしちょっと待ってくれぐさーってきました。今レオ、神に向かって何言ってんのお前。ソルティス様が言ってたように、神になるチャンスは二度とないかもしれないんだぞ。今度は別の誰かがお前を倒すかもしれない。その通りです。私の目を見てくだされピカ殿。その人物がまたジェミナイのようになることを望んだら、私はカルドラ様に何と言ってお詫びすればよいか。みんな、本当にピカが神様になった方がいいと思っているの？噛みまくるよ。神様になるってことは、永遠にお別れってことなのよ。カマ様よ。わかる？俺だって、ここでピカと別れるのは辛い。しかし、ピカのことを思えば、ピカ自身が残ることを望んでいるんだから、それでいいじゃない。わがままかもしれないけど、私はピカがここに残ってくれる方が嬉しい。それに、ピカはこれからだって、誰にも負けやしないわ。きっといつかまた、ここに戻ってきて、神様になるわよ。だから、それが今じゃなくても。そうだな。俺もまだ、ピカと旅を続けたい。友として、そして、ライバルとして、俺はお前がここに残ることを歓迎するぜ。私たちの意見は決まったわ。ゴリガン、それでもあなたはピカを今すぐ神様にするつもり？ようやくカルドラ様のもとに帰れると思っていたが、やれやれ、またしばらくピカ殿のお目付け役は続きそうですな。まあそれも楽しかろうて。ゴリガン、ありがとう。ピカ、さあ新しい旅を始めましょう。カードイラスト、平北雄二さん、おめでとうございます。はい、皆さん、カルドセプトセカンド、なんとか僕の知略でも切れながら、クリアすることができました。まあ僕はね 3DS をやっていて、まあカルドセプトはまあおそらくまああの賢者様のね。あそこが最終ステージじゃないかと思って、うわ、でもこれは難しいと思って、まあクリア結局できずにそこで挫折したんですね。その賢者様の後のステージの記憶全くなかったから、うん、まあその賢者様で多分止まっているんだと思います。まあその賢者様、まだそうだね、半分にも行ってないような感じだったね。うん。はい。いやこれは壮絶でしたわ。ほんとちょっと死にゲー並みにちょっと心折れかかっていました。まあクリアできてよかった。一つのまた自信につながり、そしてまあ思い出になりました。はい、それではね、今までご視聴ありがとうございました。
まあ耐え忍ぶのが強い方なら絶対ドストライクの面白いゲームだと思うんで、また実況ね、実況以外で、まあ、僕プライベートでやっていたら、まあ、そこそこではなく、まあ、実際楽しんでいたんで 3DS とかでね、楽しいゲームだと思います。はい、カード集めもね、ブック編集も楽しいと思います。はい、それでは今までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ピカでした。またね。How much time has gone by? Goligan is back at Kaldra's sanctuary and recounting the battles at Soltalia. Has that scepter become a god? That we cannot reveal. Yet we know this universe continues to exist, and the concept remains in constant cycle. Goligan ponders.Could the goddess Kaldra have sent him to Soltalia, knowing who Gemini was? Was this entire ordeal set down in the concept to test us? Goligan questions Kaldra, but she only smiles. Kaldra may know everything, but never